オブライエンはアメリカ海軍の駆逐艦。シムス級駆逐艦の7番艦。艦名はアメリカ独立戦争時の軍人、ジェレマヤ・オブライエンとその兄弟にちなむ。オブライエン兄弟は1775年6月11日から12日にかけて起こったマチャイアスの海戦にてイギリス海軍の武装スクーナーであるマーガレッタを打破する功績を挙げた。 オブライエンは1938年5月31日にボストン海軍交渉で寄港され、1939年10月20日にジョセフィン・オブライエン・キャンベルによって命名、浸水、1940年3月2日にカール・カイエスペ・少佐の指揮下収益した。カンは、ウォーク、ランズレール及びマディソンと共に建造され、命名式は4艦合同で行われた。 オブライエンは収益後、1940年から1941年にかけて東海岸沿いに作戦活動に従事した。1941年秋には入居修理を行った。1942年1月15日、オブライエンは戦艦間北地区艦マスティンと共にノーホークを出港して太平洋に向かい、 パナマ運河経由で1942年1月31日にサンフランシスコに到着した。2月4日、輸送船団と共にサンフランシスコを出港して西太平洋へ向かったが駆逐艦ケースと衝突したため引き返した。メアアイランド海軍造船所で修理を行い、修理後はサンディエゴ経由で真珠湾へと向かった。3月5日には 第四駆逐軍司令がオブライエンに上艦して、その機関とした。3月4日、日本海軍は新鋭の二式飛行艇を使って、ハワイ爆撃を行う。これを受け、アメリカ海軍では二式飛行艇がどこから飛来してきたのか検討し始めたが、やがて、フレンチフリゲートゼに潜水艦を待機させて、中継補給を行い、爆撃してきたのではないかと結論付けられた。そこで、 フレンチフリゲートセなど、北西範囲諸島の警戒を強めた。オブライエンも3月後半に一連の警戒に加わり、その後は、ミッドウェイ島へ在島の民間人を収容するために、派遣される水上規模艦、カーティスの護衛を行い、4月3日に、真珠湾に帰討した。対空兵装の強化工事を受けた後の4月18日、駆逐艦フラッサーマグフォーとともに、 パルミラ艦省の海軍航空基地へ向かう要員を乗せて新珠湾を出港。任務終了後、サンディエゴ及びサンフランシスコからサモアへ向かう船団に合流して護衛陣に加わり、4月28日にパゴパゴに到着した。5月26日には自由フランス軍によるウォリス島の占領を支援した。占領後の6月19日、貨物輸送艦プロキオンと合流し、 真珠湾に寄港した。8月17日、オブライエンは第17任務部隊に加わり、旧油艦グアダルーペの護衛を務めた。住9からの魚雷が命中したオブライエン。左遠方は炎上中の空母アスプ8月8日にガダルカナル島の戦いが始まり、日米双方の艦隊、機動部隊はガダルカナル島周辺や近隣海域で戦闘や護衛任務を行っていた。 1> 第1次ソロモン海戦、第2次ソロモン海戦と2つの大きな海戦も起こっており、第17任務部隊もガダルカナル島行きの輸送船団の間接護衛に当たっていた。その第17任務部隊は、8月31日に空母サラトガが、以後第26潜水艦の雷撃で損傷して、フレッチャー中将と共に戦場を去り、ジョージ・ディ・マレー少将座城のホーネットが代わりに加入。 トーマスシー・キンケイ度少将の第16任務部隊もエンタープライズが第2次ソロモン海戦で損傷したため後方に下がり、代わりにワスプを機関とする第18任務部隊が戦場に到着し、2つの任務部隊でガダルカナル島の戦いを援護していた。9月15日の昼前、以後第19潜水艦はワスプに対して魚雷を6本発射し、うち3本がワスプに命中。 残る3本は約5回離,離れたところを航行中の第17任務部隊に向かっていった。1本はマスティンの艦艇を通過した後、戦艦ノースカロライナの左舷に命中。そして最後の2本はオブライエンに向かっていた。1本は回避したものの、もう1本が艦首に命中。オブライエンの艦首は10番フレームより前が大破し、 爆発の衝撃で核壁の破損や船体へのクラック発生、大半のリベット脱落など起こった。直ちに応急措置を施し、13ノットの速力でエスピリトサントに向かい、9月16日に到着。在泊していたカーティスに横付けし、約40時間に及ぶ応急修理を行った。また、船体の負担軽減のため一部の弾薬の陸揚げや、 重量物のの後方への移動を行った9月21日、オブライエンはエスピリトサントを出港し、9月23日にヌメアに到着。ここでは特務艦アルゴンヌによる応急修理が行われた。仮艦手及び船体各部への補強材の設置が行われ、さらなる重量軽減策として、巨雷発射管やレーダー装置の撤去が行われた。10月10日、 本格的な修理のためサンフランシスコに向けて出港した。ところが公開中に船体への漏水特曲が発見され、10月13日に急遽スバに寄港して官邸部のさらなる補強工事と排水作業を行う。作業後、10月16日に出港。2日後、船体のあらゆるところに新たなクラックが生じているのが発見された。 直ちに重量物の投棄が行われ、また、艦の放棄も検討されたが、艦長は、パゴパゴへの外交が可能であると考えていた。しかし10月19日6時頃、ついにクラックは上艦班に達し、船体は2つに折れ始めた。6時30分に、総員体艦が冷せられ、その30分後に、艦は放棄された。そして、 船体が折れ始めて約1時間半後の8時前に、オブライエンはサモア沖で沈没した。乗員は漂流の後、全員救助された。オブライエン沈没の後、アメリカ海軍で原因調査を行った、結果、十分な調査を行わないまま、部分的な応急修理を施しただけで概要に出たことが沈没の原因であると結論付けられた。オブライエンは、 第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。